女性はこの場所でイノシシに襲われました。その後イノシシは別の住宅の方へそのまま逃走していったということです。警察によりますと、大分市田中町では今日午前7時10分ごろ、70代の女性がゴミ出しをしていたところイノシシに襲われました。イノシシは体長 1.5 メートルほどで、女性は背中を噛まれ怪我をしました。着ていた服は破れ、背中には赤く痛々しい傷が残っていました。イノシシは走り去っていったということです。私に向かってきたけ、顔見たらわイノシシやって思って、ちょうどね、あの草刈り機が立ってたけ、それをこうやって振り回して、その歯がこうイノシシに行ったんやるね、丸い歯が。それで逃げたみたい。怖かった。イノシシはおよそ1時間後におよそ2キロ離れた大分市古郷の路上で猟友会などに駆除されたということです。女性がイノシシに襲われたのは大分市の田中町。一方、今朝は田尻地区にもイノシシが出没しました。同じイノシシだったかどうかは分かっていません。大分市田尻にある河川敷に来ています。警察によりますと、イノシシは川の方からのり面を駆け上がり、上にいた男性と接触したということです。男性は足に軽い怪我をしたということです。また近くの田尻小学校では、イノシシの出没を受けて下校する際には教員が子どもたちに付き添っていました。大分市はイノシシが出たときは急に走り出さず、落ち着いてゆっくり離れてほしいと注意を呼びかけています。